はい、お疲れ様です。本舗中です。今、島根県の、ここは場所どこかな？靖国寺とか、なんか今宮、出雲、国分寺跡とか、ナビで見たら、中海大橋、中に海って書いて、中海大橋かな？とか、青葉台っていうところら辺が、ちょっとナビに映ってんねんけど、ここはな、東出雲インターの近くにあるあの山田電機の駐車場です。ちょっと山田電機にあのちょっと用事があってあの買い物に来てました。買い物に来とったってか、はい。ちょっとあの SD カードがね、なかったんで買いに来ました。んで、もうね、今時間が夜の8時やねんけど、とりあえず晩ご飯食べたいから、今ね、ちょっといろいろ Google で調べとったら、ちょっと美味しそうなお店が出てきました。宝月。宝月かな？ひらがなで宝月っていうお店で、21時までやねんか。ほんで、今から行ったら20分くらいかかんねんけど、もしかしたらラストオーダーとかに引っかかるかもしれんねんけど、とりあえず、宝月さんに今から向かいたいと思います。はい。じゃあ、行ってきます。ここを右に曲がる。ほんだら、もうすぐご飯屋さんです。これはパーキング。パーキング。あ、ここやな。ここですね。開いてます、開いてます。宝月開いてます。これ、宝月、これ、ほら、駐車場止めれんのかな？ここなんか駐車場なのかな？ちょっとわからんな。宝月の駐車場なのかな？入ってみます。宝月駐車場って書いてるわ。よっしゃ。あ、宝月は宝月やったわ。宝月っていうお店です。どこ？どこやろ、駐車場。宝月のお客様は指定の場所以外は駐車しないでください。ここは全面月決め駐車場。こっちかな、宝月。よしよしよし。裏手に駐車場がありました。宝月の駐車場ってどこだ？宝月、宝月、もう宝月だらけやん。宝月だらけでした。よし、よかった。じゃあここに。止めてご飯食べたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。線が見えへん。よいしょ、もうちょっと見えるかな。よしよしよっしゃー、やっと晩ご飯や。よしよっしゃ、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ宝月駐車場に止めました。そしてこちらですね。よっしゃ、じゃあちょっとなんか食べたいと思います。ちょっとひんやりするな。注文受けてくれるかな。よしよしよし。お店はネットで見たままやな。ご飯食べに行きます。宝月さんに行きました。じゃん、でかい。
たよろしくお願いいたします。お気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。またよろしく。まだまだある。ごちそうさまでした。めっちゃボリュームがめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。よっしゃ、じゃこれいただいて帰ります。ビーフカツいただきました。お店もね、こんな感じです。はい、なんかパッと見中華屋さんのように見えるんだけど洋食屋さんですね、きっとね。はい、じゃあ、ほんだら、ごちそうさまでした。はい、お疲れ様です、損保中です。今日は、じゃあここ松江市にある望月さんでご飯食べました。ビーフカツ食べたけど、もうめっちゃお腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。ここね、あの、タヌキがトレードマークやねんけど、ぬこのシール置いてきました。はい、じゃあ、お風呂さん行きます。ごちそうさまでした。もうね、すごい、あの、大将の方とね、ちょっと、あの、ちょっと喋らせてもらって、インスタとツイッターとフォローしてもらいました。ありがとうございます。じゃあ、バイバイ。